1582年、家康一行は堺見物を終え京へ向かっていた。その時、信長公が本日未明、明智光秀の謀反により京の本能寺にてご西郷。光秀殿は先日まで我々の接待をされていた。なぜこのような。人の心の内ゆえなぜ変わったのかは分かりませぬ。しかし次に明智光秀が狙うは殿のお命でありましょう。だが我らはわずか30名、戦の準備もない。三河に戻るにも街道は明智の手勢に抑えられておるだろう。伊賀越えという手がございます。伊賀越えは確かに最短で三河に戻れる道のりだった。しかし道のりが険しすぎる。忍びの顔を持つお主なら重々知っておろう。まして伊賀は信長公が焼き討ちしたばかり。同盟を結んでいた殿にも恨みを抱く者がいるだろう。これは賭けだった。伊賀の忍びや地侍の中に家康を恩人と考えてくれる者がいなければ助かる道はない。そこで狼煙を上げて家康の伊賀越えに協力してくれる者を募ったのだ。兜峠、伊賀の霧は深いと聞いていたがこれほどとは。家康覚悟。お待たせいたしました、半蔵殿。待っていたぞ。逃げろ。伊勢からは海路で三河へ帰国。徳川家康、その生涯最大の危機とも言われる決死の伊賀越えは半蔵たちの活躍によって成し遂げられた。これは戦国乱世において表に裏に主君に忠義を尽くした史上最も有名な忍びの物語である。男の名は服部半蔵正成。学研。